必ず果たして取引を行いましょう。ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使ウィズパスポット封印集結茶屋の冒険のね31話になります。いい加減もうこれでクリアしたいんですけどね、ちょっと1ポイントの壁がねちょっと遠かったですね、うん。ではね進めていきます。方位124回水攻めいきます。これは2万2000勝てるね。3000がなんかいる。うん。大丈夫でしょう。行きましょう。このまま行くと当たる？当たんないよね。こっちはあと6日だもんね。ここは勝てる戦場なので。またこっち3万5000とか。いや、それまだちょっと耐えられないかな。まあ、ここ取れば多分1ポイントあると思うんで。だって繋がるもんね、結構ね。でもだいぶ打ち落とせれたんで。まあいいでしょ。そしたらちょっと、他のところがちょっと、借りとこうか、ちょっと。援軍借りとこうか。真田さん、家康君貸してくれるんだ。2万か。同盟切れる。こっち、あれ、置っとこう、延長。わかりました。はい、あと、援軍はね、借りとこう。ノブは貸してくんないと。ノブ今借りてんのかな？1万。ちょっとちょっとだいぶ高く、だいぶ高くなってきたね。じゃあこんな感じで、1600。安いね。援軍。こっちはいいかな。どっちみち半年は来れないもんね。まず、ガラシャの方で。出陣します。で、こっちで。出陣しましょう。で、こんな感じでいこうか。手を打ちます。出陣しましょう。3回ですか、これね。どのぐらい？ 5 回です。手を打ちましょう。まあでも今回はもう、あれですね、いくら、食らっても1ポイント取るまではちょっと。これ勝てるね多分。それじゃ次の戦に行こうか。水攻めだね。3万いくつ大丈夫だね。報告いたします。これより表情を行います。今回はいくらね攻め込まれてもちょっとこうはしないでね、そのまま行きたいと思います。これにて表情を終わります。ご命令を。じゃ進めていきます。お金ください、あげます。3万5000。これ勝てる。戦場広がったもん確か。ゆるぎまさんありがとうございます。この志天下に問うてみせましょう。ちょっと国衆とか使いなかけ直さなきゃまずそうだね。あと4万。いざ参る。ここ負けちゃうね。あと何日だ。18日。近場に舞台もないからね、厳しいんだよね。
報告いたします。先月の収支です。月曜あと同盟とは大丈夫だよね。よし問題ないね。じゃあ兵糧ぐらい買っとこうか。取引を行いましょう。ただ鉄砲5000しかないね。もうね取り計らいます。うん、大丈夫、進めていきます。皆の力合わせよう。でまあこう負けちゃうんですけどしょうがないですね。またあのこっちがねこっちで取れるはずなのでとここら辺とかも行きましょう。ここら辺に持って行って参りましょうか。行きましょう。ごめんなんだかんだ言ってこっち持ってきたのが良さそうだね。ここで当たったら負けちゃう。これはこっちの方にも逃がそう。この城頂戴いたします。これでポイントあるんじゃないの。ここ多分ないか。きついね。じゃあちょっとこのつるなんとかこういこうか。上限1万。うん、こっちのはまだマシだね。続きなさい。進めていきます。報告します。戦術の収支になります。ご命令を。ちょっと神前指導こう。はい。なんならここにコイン同盟もありだね。ここにここね。うん。じゃあこんな感じで大丈夫そうかな。うん、君主を使ってこの志必ずや果たしてみせます。ちょ闇取引してあの鉄砲買おう。この志必ずや果たしてみせます。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。仰せの通りに。これ鉄砲をねあのもう一部隊なら作れそうだね。鉄砲部隊ね。使いの者が来たようです。無理に決まってるじゃないですか。皆の力合わせよう。方位83日強行にしとこう。伊達政宗で参ります。1万なんだよね。無理なんだよね。広い場所ないんだよね、もう戦場が広いところね。ここか。そこ、あっちに行くんだったら負けてもいいかな。ちょっと準拳場ねしっかり作ろうか。これより表情を行います。5249。これにて表情を終わります。特にないね。ご命令を。準拳場ちゃんと作ろう。はい、わかりました。でここに準拳場こうやって作っとけば、はい、多分なんとかなるでしょう。ここも一応ここは準拳場通る。あ、取らないんだ。
厳しいね。ガラシャさん、ここは行きましょう。一応はいい勝負できるんだね。行きましょう。で2回目こう2人当てれば参ります。多分勝ってる。で進めていきます。先着アスラーでもね、厳しいねこれね。10倍ぐらいの差が持っちゃったね。敵が我が領内に向かっております。ここポイントボタンだったから別にいらないんだよね。逆にここ開けてくれた方が嬉しいね。で進めていきます。攻撃に基礎効果。手を打ちます。じゃあ鶴ちゃんここにね。あ、こう9万あったんだ。ここ行けばよかったじゃん。進みましょう。最初から。うん。待って。19日？これ19日で守りに行けるんだったら守りたい。17日で先について守れるね、これね。守り行こう。進みましょう。鉄砲アップ使おう。鉄砲アップ。鉄砲。この志、必ずや果たしてみせます。もう舞台は2舞台しか出てないね。でもこの辺とかまだ帰ってこないからね。援軍があと1ヶ月ですね。先月の終始になります。ゲチよ。ああ、これ負けちゃうわ。勝てない。2部隊じゃ勝てない。もう戦意がだいぶ落ち込んじゃってる。待機します。ここで一応勝てる。たら確かなんかこの辺どっか山形、どこでっかい場所あったね。うん、山形行こう。一応書類をもしかしたらねポイント持ってるかもしれないこの辺ね。じゃああと1部隊出ないね。はい。一回壊した方がいいのかなこれ。報告します。ちょっとじゃあ援軍か借り直そうか。ご命令を。援軍借ります。3カ所、まあ、いいでしょ今回3カ所で。援軍をノブに借りようか。またこの辺近場のところとか。でもなんかノブももう兵枯れてるね、だいぶね。援軍で。動産あれだよね、儲けすぎだよね。動産儲けすぎ、高い。真田こっちしか貸してくれない。まあいいでしょう。真田も高いね。人間とか深めればなんか。人間深めれるよね。ああ、同盟延長。受けたまわります。ああ、延長時期？まあ、ここだけだね。進言し、できるね。全然ちょっと安くしよう。承知いたしました。
おっと、危ない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 。承知いたしました。あとはここも進言しとこう。わかりました。じゃあちょっと、出兵しようか。うん、こっちからも来るね。7万。進め！手を打とう。で、山形だね。140日。これ、7万4000持っていけば山形で絶対勝てます。山形は取れます。まあ、1年ぐらいかかるんですけどね、取るまでね。進みましょう。3万4000のこのちょっと早めに着く部隊は、3万のここを狙おうか。進みましょう。じゃあそんな感じで進めていきます。皆の力合わせよう。勝ち目ありません。まあしょうがないまあちょっとある程度進めましょう。もうパーッと報告します。これより表情を行います。69の48、これにて表情を終わります。あ、シガルドがなんか俺取っとこうか。借りてる援軍がね、足軽の場合ありますからね。結構ね、我が領内に敵が迫っております。48000。多分そろそろ帰ってこれてるはずなんだけど、あー、みんなこっち側の方に集めちゃってて来てくれてないんだね。そういえばね。続きなさい。あー、もうそろそろあれだね、次こっちの方に持ってきた方がいいね。83日かかるもんね。これは、何日かかる ?56 日。これ出さないで、騎乗させて、こっち側の方に兵が出る場所あるんで、それなりにそっちに持ってこようか。報告します。先月の終始になります。ご命令を。あれだね、配属。ここに。ああ、やっぱ結構時間かかるね。で、あと、ここら辺か。ヨゾ殿持ってきて。この辺でいいかな。いや、これでいいか。行きます。じゃあここせっかく取ったんだけど、しょうがない、諦めようか。だからここら辺とかつくんで、もしかしたら来てくれるかもしれないね。じゃあ進めていきます。ご命令を。あー、これが手を打とう。うん、これで取り返そう。進め、うん、これで取り返す。じゃあこんな感じで、あとはあれだ、農作業やって、また農地の強いところをね、どんどん強化していきます。承知いたしました。で、まだもうちょっとかな。もう来てるね。来てる来てる来てる。
スペシオル37,000ぐらい、もうちょっと出るんじゃない、もう一回、うん、で出るね。進みます。で5万と、あとこっち側の方は こっち側ので舞台作っとこう。進みましょう。手を打ちましょう。で、こっち側にとりあえず持ってきます。進みましょう。参ります。どうもなんか岐阜とかなんかその辺、いや山形か、山形でかいんだよね。進みます。この辺に狙っとこうか。安藤と蒲生さん、安藤さんにつきます。助太刀いたします。いやこれでちょっと戦況有利になりそうですね。安藤さんが来てくれるんじゃ。伊達さん、あ、武田さんも来てくれる。あ、助太刀いたします。やっと動いてくれた。同盟を置いてくれた。これで楽になるぞ。ちょっと合わせよう。風林火山、わしの戦を見せてやろう。これ勝てます、勝てます。終わりですね。こんなのは解除で、3人とも男だね、名前的にね。うん、バカな、死ぬというのか。防御力が高い水にしとこうか。とりあえずお金いっぱいあるし、うん、ガンガンなんか来られてこれやられそうだね。はい、まあしょうがない。ではね、結構いい感じに動いてきてるんじゃない。交渉で、あ、同盟できるね。同盟結びましょう。承知いたしました。まあこういうのありって言ったらありなんだけどね。ありっちゃありなんだけど、とりあえずまず一回同盟ぐらいでね、いいのかなと思います。と、ここは取られるけどすぐ取り返せるね。はい、ということでね、進めていきます。はい、ではね、進めていきます。報告します。先月の終始になります。これより表情を行います。ロングポイント取っとこうか。これにて表情を終わります。なんかこういうの取っとこうか。なんかどうせポイントは余っちゃったりしね。このイロハとかも取っとこうか。どうせ横のやつ取れるのちょっとしかないしね。農作業とか、あー、雪取っとこう。これで被害だいぶ少なくなるんじゃないのかな。これも取っとこうか。よくわかんないけど、取れるものは取っときます。ご命令を。はい、ということで、31はね、この辺で終了していきたいなと思います。ちょっとなかなか、あれだね。いや、拠点も取って取られて、なんか増えてないような気がします。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。